こんにちは。今日も金沢八景の海からちょっと皆さんにお話をします。おうおうおお、救急車、あ、消防車か。大きな音で鳴ってますね。なんだろう、危険。鬼の話しようと思ったんですよ、実は。鬼ね、みんなの中にいる鬼、悪魔、これらがどういう表現方法をするのかという話をしようとしましたら、この騒ぎです。聞こえないよね。でもこういうことが起こるんだよってことが伝えたいので、ちょっと反対側で救急車走ったり消防車走ってきましたね。まあいいや。静かになりました。はい、まず苦しい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 よ。訴えがたくさん来ます。苦しい人今、トランプさんがね、いろいろ不正があるんじゃないかと言って、バイデンさん当選ではないかと言われつつも、まだその不正その他でトランプさんが逆転勝利があるのかっていうことでアメリカで揉めています。実はこれものすごく重要なんですよ。何か、なぜか、あ、私がバイデンさん派かとかトランプさん派ってことじゃないんですよ。そうじゃなくて、ここで起きてること、今自分で皆さん起きてます。特に記事を読む人の中には生きて、で起きています。どういうことか。本来自分がしようとしていたことができなかったり、状況がねじれたり、何か策をして新しいことを作ろうとするというか、まあ、ちょっといろんな情報を精査することで、誰が次どうするのかっていうのはちょっと公に言えないので、なんとなくさせてください。で、この間まで調子良かったんだけど、いろんなねトラブルが見えてきてつまずいてますっていう人が多いはずです。私もその一人です。つまずいてます。だから新しい仕事一本入れました。まあ、ちょっと時間取られてるんで、動画 Facebook ちょっと落ちてますが、速度が、自分のペースが今乱れる時です。というのも、今月企画という月で新しくね環境整備しなきゃいけないんですよ。4という数字、4っていうのは王の時代1の中にも書きました、数字のところで。枠を作る、ルールを作る、決まりを作る、これができないと5に進めない。で、5というのは来年です。来年は5という年です。2021年、 2+2+1 は5です。だから来年は5という数字で動きます。1年間、そのために今年4という数字で動いてます。4は縁の年で、いろんなご縁があって別れたり発展したり、仕事が変わったり引っ越したり、嫌なことを切ったり、何か自分の中で嫌なことを発見したり、縁が動いてるはずです。で、これに対して来年は自分、ね、重力という意味があります。自分自身の土台を固めるという意味があります。で、今月は月を見ると、3という月なので、企画するね、新たに自分を整理する、整理整頓するっていう意味があります。なので、多くの場所で私は断捨離しましょう、仕分けしましょう、分けて優先順位をつけましょうというお話をしています。これ、皆さんやってくれました？やりましたっていう人何人もいらっしゃいました。やって、結果が出ました。結果が出た先ですよ。次のステップですね。ここ私想像してなかったんですよ、実は。まさかね、次のステップに来たらね、困りごとがどしゃどしゃ来ると思わなかったんですね。きちんと自分が整理整頓できたとき、次のステップへ上がる。上がったら課題が来るんですね。びっくりしました。だから私も今、いろんな課題が来ています。で、英語で Facebook 配信、ね、英語の方がやっぱり反響大きいです。本当なの？って、そんな時代あるの？僕の国にはないよ。どうして？どうなるの？こんなね、メッセージ来て答えられないんですよ、今、英語で。ちょっと頭の中パニックです。ただ一つ一つに答えていこうと思っています。で、本の方も王の時代1、2、2巻発売されます。で、本屋さん行くとね、王の時代1飾ってあります。そう、飾ってあるんですよ。わかります？売ってるんですけど飾ってあるんですよ。買ってもらってないんですけどね。まあ、ただ王の時代2がもう、今日、昨日今日で発売されてます。
あ、ネット上にも出てますね。よろしかったら、春菜律子を弾いてみてください。王の時代の2の発売が始まってます。で、動画見てる人すいません。私から買ってください。もう本屋さんから買われちゃうと、ネットから買われてしまったり、本屋さんから買われてしまうと、私メッセージ書けません。皆さんにメッセージが書けないのと、入ってくるの半年先なんです。資金が回りません。お願いします。まだそのエネルギーね、残ってるからちょっとお願いしてしまいましょう。もし本が欲しかったら王の時代アットマーク gmail.com、王の時代アットマーク gmail.com こちらに、本の購入でメッセージください。親切丁寧にコンセントきれいに梱包して送ります。この王の時代のに、一緒に並ぶとね、すごいこうすごいなって思いますね。一冊だけだとなんだこれですけど、あと今回ツルツルの、前回もですけど光った表紙にしました。普通本ってね、鈍い光にするらしいんですけど、私光ってくださいって言うんで、光らせたいですって言ったんで、突如ツルツルのピカピカの表紙にしました。すごくいいですね。2の方も今度は5つ葉のクローバーなんで、すごく光ってます。私玄関に飾ってます。金運なんで今回の本は、5つ葉のクローバーはなるべく玄関に飾っておくといいですよ。玄関に1の方はそうですね、あれ宇宙の話なんで鬼門に飾っておくといいんじゃないかなと思うんですね。鬼門って、北と、ね、北と東の間、北東か、北と東の間に飾っとくといいような気がします。鬼門からいいエネルギーが来る、楽しいエネルギーが来る、お金が来る。だからそこに宇宙のプログラムの変化、ね、新しい時代を飾っておくのはいいんじゃないかなってちょっと思います。に対して、金運なんで、金運はトイレまたは玄関に飾っとくとにはいいかなって思います。まあ、ほとんど絵だと思ってくださっていいですよ。絵画